どうもこんにちは、タイガーです。今日はね、サッカーのスパイクの紹介をしたいと思います。前回僕が普段履いてる、ね、サッカーのスパイクは紹介したと思うんですけど、今回はね、プロサッカー選手のスパイクを紹介したいと思います。何を言ってんだって話なんですけど、僕、去年ぐらいにブンデスリーガ2部のね、宮市亮選手の練習参加を見に行ったことがあって、その時にね、なんか宮市選手がスパイクくれたんですよね。めちゃくちゃね、ラッキーだったんですけど、普通にね、めっちゃ嬉しくて、しかもすごくかっこいいスパイクなので、今ではね大切に持ってるんですけど、ちょっとね紹介したいと思います。ちなみにねこれなんですけど、なんか調べた感じプーマの多分なんかフューチャーっていうスパイクだと思うんですけど、ちょっとね見てほしいんですけど、このハイカットみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいですね。なんか日本の国旗をね入れたのかな、宮市選手が。でなんか後ろにはね亮選手なので、亮ってねなんかイニシャルが入ってるんですけど、これねすごいマジでかっこいいですよね。ハイカット僕履いたことないんで、なんかね触ってみてこんな感じなのかとか思っちゃったんですけど、しかもねスパイクの裏はこんな感じになっていて、鉄ですね。なんか 1,2,3,4,6 個ぐらいなんか鉄になってて、やっぱブンデスリーガーの選手ってなるとその芝生とかでねなんか当たりが多分激しいから、1対1とかの場面で多分その負けないようにというか、なんか滑らないとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、やっぱ鉄なんだなと思って。僕はね鉄あんまり履いたことないから、なんかすごいねなんか不思議な感じというか、ブンデスリーガのプロ選手って、こういうスパイク履いてる人が多いのかなとか思ったりして、なんかねスパイク見てすごくなんかいろいろ思うことがあって、ね、僕はすごい面白かったです。まあ、こんな感じが宮市選手からもらったスパイク紹介だったんですけど、僕がね練習参加見に行った時、なんかプロサッカー選手ってすごくオーラがあるとか、喋りかきにくい雰囲気があるのかなって勝手に思ってたんですけど、宮市選手はめちゃくちゃね優しい人で、すごくね気さくに喋りかけてくれたんですよね。でもちろんねすごく嬉しかったんですけど、それと同時になんかこういうサッカー選手に僕もなりたいなと思って、なんかプロサッカー選手ってもちろんサッカーが上手いとかね、なんか技術があるとかそういう部分も大切だと思うんですけど、その人間性の部分でなんかまたねこの選手を応援したくなるような、なんか人間性だったり、またこの選手に会いに行きたいとかね、そう思われるような、サッカー選手にね僕もなりたいなと思いました。ちなみにね宮市選手が所属しているザンクトパウリっていうチームは、ブンデスリーガ2部に所属しているんですけど、ドイツでね絶大な人気を誇るチームで、僕がね特に大好きだったチームだったんですよ。で僕何回もその試合観戦に行ってるので、ちょっとね概要欄に僕の観戦記録とかもちょっと載せとくので、ぜひね見てください。その試合の雰囲気というか、スタジアムとかサポーターのね、素晴らしさをね、伝えれたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさよなら、チュース。